のり巻きが前で座来てくれてんだけど、超のびのびなんだけど。おしゃべりしよう。どうだ姉貴、この服に見覚えないか？めっちゃある。ありがとう触れてくれて。そう、お前がデザインしたやつだよ。へへ、おいらすげえ気に入っちゃったから、お前に着てるとこ見せたかったんだ。バッチリ着こなせてるだろ？ねえ、めっちゃ似合う。そのピンクの感じとか白の感じとかめっちゃ似合うのり巻き。よかったわデザインして。いや、てか今更だけど本当に等身だねのり巻き。ドラえもんじゃん。かわいい。なあ姉貴、この前他のやつが話したようなの聞いたんだけどさ、お前の夢がエヴァだって。バレた。私の夢エヴァなんですよね。エヴァになりたい。エヴァに乗りたいとか、人類補完計画がとかじゃない、エヴァになりたい。うん、そうだよ。エヴァって俺よく知らないけど、なんかかっこいいな。まあ知らないでしょうね、この島には無縁だもんね本当に。今度エヴァのこと詳しく教えてくれね。いいよ、アニメ版のことからジョ・ハ・キューまで全部教えてあげるよ。話を聞いて。この間ケチャップが家に遊びに来た時忘れ物してったんだよな。あ、そうなんだ。届けてやりたいのは山々なんだけど、おいら今から用があって行けないんだ。お前どうせ筋トレしかしてないだろ。今頃あいつなくしたと思って心配してるかな。うーん、どうしたもんかね。もう渡してくるよ。ケチャップと仲いいよねのり巻き、何気に。なんでだろう、なんか通じるものがあるのかしら。せかして悪いけど今日中に頼むな。わかった。わかった。今私に見られないように何か隠したよね。何隠したの？なんかまずいもんでも見てたの？まあいいや。ケチャップも来てくれてる名前でさ、お届け物でーす。ケチャップさんへ。あー、開ければよかった中身。あー、でもいいか。あたいの忘れ物？これがのり巻きちゃんの家に？全然覚えてないんだけど。え、大丈夫それ。え、それ大丈夫？ストーカー？ストーカー？実はのり巻きはこっそり拝借してたとか？大丈夫？ケチャップちょっと身の回り気をつけた方がいいよ。からの突然無茶ぶりクイズ。じゃじゃん。何この流れ。ほんと現代子って感じだね。現代子っていうか結構現実に即した子だな。これの中身は一体何でしょうか？当たったらいいものあげるよ。キスして。キスしてくれんの？家具。家具でいいんだ。じゃあ開けてみるよ。パンパカパーン、家具でした。すごい大当たりじゃん。え、てかすごいざっくりすぎない？家具か服か当たればいいんでしょう。すごいざっくりしてんな。約束通り、マシコちゃんには素敵な商品をプレゼントだよ。マジで？ありがとう。もうやってること大富豪だよ。このパンダのシャオシャオ。あ、ありがとう。うん、わかった。のり巻きによろしく言って、それからチューしとくわ。これあげる。タイヤとか普通に喜ぶのでは？アウトドアっぽいし。わ、タイヤ？もう、ごめん。やべ、怒った。そうか。DIY した方が良かったか。メッシュキャップあげる。もうどんなやつだったか覚えてないし、多分誰かからもらったやつだけど。メッシュキャップじゃん。あ、喜んだ。よかった。よかった。埋め合わせできた。あー、似合う。うん、似合う。とても似合う。マジサンキューね、キスして。てか普通に思ったけど、ケチャップとチューしたらすっげえ痛そうだね。もう唇もガッてなんかいろいろぶっ刺さりそうだね。ありがとうケチャップ。パンダのシャオシャオは普通にすごい嬉しい。いや、これ忘れたら気づくでしょ。のり巻き。そうそう、ケチャップの忘れ物届けてくれてサンキュー。いえいえ。結構気になってたからおかげで助かったぞ。ねえ。てかお前家にいたんなら届けられるじゃんか。はい、雑草と木の枝で死ぬほど作ります。はい、とりあえず落とし穴の種10個作りました。なんかマイルが溜まりましたね。なんだろう。あ、 DIY か。なんだ。じゃあハメに行きますか。ウリちゃんどの辺にいるんだろう。ウリちゃんいつもなんかすごい奥の方にいるんだよね。僻地にいるんだよ。ウリちゃんどこ。ウリちゃん出ておいで。いた。ほら、なんかやっぱ変なとこにいる。さて、ウリちゃんを囲い込む作戦を実行したいと思います。あ、いい感じに入ってきたぞ。よし。あ、いい感じ。よし、結構雑ですが囲えました。じゃあ落とし穴作っていきましょう。10個もあれば絶対。あ、お金埋める。そうか、こうやんのか。これね、自分でも落ちちゃうからちょっと怖いんだよね。はい、ちょっとずつ確実にウリちゃんを追い詰めていきます。
あ、待って、落ちる？あれ？落ちない。え、なんで落ちないんだけど。もう検証終わっちゃったよ。え、落ちないこの子。え、効かないのかこの子には。マジか。せっかく誰もやってない検証見つけたと思ったのに。全然落ちないじゃん。どうしよう。なんか特にやることも見つからないまま今穴掘ってんだけど。え、どうしよう。え、逆に私が追い詰められてんだけど。ちょっと記念撮影だけしとこう。あ、拍手してくれた。うりちゃんの優しさに泣きました。じゃあこうなっては仕方ないんで、恒例の罪滅ぼしをやりたいと思います。いけ。ただ私、柵作って落とし穴作って自分でハマるだけの意味わかんない人だね。こんにちは。最後まで見てくれてありがとうございました、私からのお願いなんですが、ちょっとでも面白いと思ったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。チャンネル登録は概要欄またはピンク背景に顔が入ったなんか変なアイコンからできると思います。それではまたごきげんよう。